じゃない。何やねん。時間がないのよ。まあいるんやろな。いるとしたらあそこなんだろうな。ルビーの指輪。そのもう3人で行動させてずっと。あんなショットガン持っとるやつがなんで一番死んだの。あぶねえ。ほらアクションゲームにしちゃうぜ。ずっとお前なんか いい感じじゃないの。こっちは行けないところ、もう入れねえか。じゃあとりあえずあの門行きましょう。今日も前後編やな。犬、ああもうやってくれた。もういらなんとなく怪力キャライメージついてきたけども、いた。おお、そんなに食らうしてんだ。おい、これ長えな。もうちょっと刻もう。あとキラリンチョもうちょっとあってもいいのよ。またあいつらが来たわ。あんのよ、こっちも強いから。もうのゲームとして破綻してるのよ。大丈夫これ。あ、いた。何や、攻撃してきとるやんけ。こっちいた。おい、ダメだろ攻撃しちゃ。おい、別に開けてあげることはできないの。撃て撃て。めっちゃ撃ってくれるやん。めっちゃ見てるやん、遠い目をして。あいつも背中ずたぼろやで。あいつ強いな。あいつめちゃめちゃ強いやん。もういいか。え、なんか復活してんねんけど、どういうこと？
急げ。いや、まあ、お前一人でって。ニール、早く。後から追いかける。あの塔で落ち合おう。あ、そういうパターン。こっちだ。どこに消えてったの？トパーズ。なるほど、降りれなくなってますね。うわあ、もうちょっと調べたかったな、あっちな。まあ、ちょっとバリー編の方がでもやっぱ簡単やな。アルコール、何語や、何か全然ずれとるけど、 OK。 パーツボックス全然見てんな、パーツボックスな。サラ、なんか無言で殴り続けてもた今。まあ、全然回復してない。なるほど、ここにあんのね。パートナーの弾消費しないシステムいいですね。他にも何かあんのかな。あ、これ？あ、これ取るのにいいのか。何乗っとん？スパスみたいなやつか？じゃないね。なんていうんだこれは。スパスもうちょっと軽いもんな。相談数5発。相変わらず前後編になっております。いるわね。わかった。AI がほんまに頭良くないかんな。不意打ちはできんのかな。スルー しないんじゃないの、これ。もしかしてしてくれと。
おい。キャンセルできねえんだった。キャンセルつけるの10万かかんだったな。いやちょっと早いのよね。いて！結構食らっちゃってんだ。面白くてやってたじゃん。難しすぎですよね。弾一緒やからな。そしてこういう時のショットガンって大体ソードオフの方がダメージが高いんで、なかなかの無駄打ち感が否めません。しかしレッドハープゲットン。間違えた。あーんそうか、こんな減っとん。で1個渡しといて爆発瓶。うん、これは？あ、ワンコロか。大丈夫、愛護団体から怒られない。これ空き瓶持てぬ。公園なんかありそうか。はい、トゥバーズ謎の遊具がありますよね、海外はね。あいつもか。くそ。ダッシュ殴りはちょっとやっぱあれか。ダメージ上がる？てかそんなスキルがあったな。いやーめちゃめちゃ長くやる。あ、なに？なにこれ？押せみたいなこと？なんかどこまでも押していけるやん。バス中バスコさんはなんか押してんの。トロッパーズか。もうなぜ放置されている。このシャッター入れないと。メタルマジ見っかんないっすね。そういえばすごいな。ねえ、あの子。ああナタリンやないか。腕はナタリン。
オーバーシアはあんな子供まで巻き込んでるわけ、ほんと意味わかんない。あ、ここ入って逃げてったな。え、てかバリのおじちゃんはじゃあどうす、あーてかそうか、これ今またまたね、今から半年後になるわけですか、来るのは。下があれかな、正規ですか。ルフィの指輪いっぱいあるんですが、おしまいが見えない。果たしておっちゃんはどこで切って、どこから途中でスタートしてんのかさっぱりわからんかんな。やばいやばい、汚っ、勝手に爆発した。おい、タコ野郎に似てんな。え、なに、まだいんの。じゃ、またお前かいな、おい。あー、範囲が広い。これ、振り向きが早い。いいで。ほら、なろなろ。おい。一撃攻撃ぐらいちょっとダメージバリ高にしてくんねえかな。勝手にあの瀕死なんでマジやめてほしい。何のために回避する、マジレベル3まで上げたと思うとんねん。ねえ、だから相方が勝手に瀕死になるってこと考えたらさ、回避スキルマジ無駄やんな。まだいんの。M でか先に教えてくれるのはありがたいですけどね。なんもない。モニモニ言うとるけど。おい、じゃ進みましょう。パイプが出てるだけか。こいつ何があれな、なんかペットボトルのカバーつけてるやんこれ。そうですか。お、本当だったよ、クレア。ハンドガンもまあそんなにはねえか、たま。そして、お、模擬実験記録。今回は、本番に近い状況を想定し、11人の実験体に腕輪型特殊センサーを装着。強い精神的負荷を断続的に与えて実験体の経過を観察した。結果3人は即死、8人は発症したため射殺処理、全員が負荷による恐怖に耐えられなかったという結果をもって実験は終了。なるほど。なんでこんな実験するんですかね。ん、なかった。はい、あ、たまちゃんあったよ。ナイス、モイラ。ああ、小さな手、半年後に開けに来ますと。うん、
もっと瓶使った方がいいんだろうな。おう、これ見逃しのレバー、ヌノちゃん。これで開いたと。ほう、すぐに閉まっちゃう。急がなきゃ間に合わないよ。なるほど。なぬ。待機スキルか。いや、な、待機どうやってんのやったっけな。わからん。ちょ待って、チュートリアル。パートナーアイコン。あ、Y プラス上下。待ってて。いいよ。イエーイつって。あれこれ押すじゃねえの。あ、じゃじゃじゃ、まじ間違いの。ついてきて。わかった。ついてきて。おーい。当たってんじゃないよ、もう。もうイライラするね、ほんまにバカだね。あんま勝手に使ってる。まあいいや。明かり照らしといた方がいいんだよ、あいつには。あ、これが入れるとこ。一個補充できたからいいか。穴に入ると言っている。サフリー。こっちは。お？あら、逃げてった。モイラは死んだって言うてんのにな、あいつ。このあと、うん、あ、ここに繋がるだけ？あ、なんかあった。ルビーの指輪。ああ、なんかある。トパーズの指輪。通過できたと。オッケーオッケー。ははは。久しぶりに会ったな、おい。9分の2。取らなさすぎやろ。マジか、おい。いやいや、もう、もう。うまっ。おーいっつって。あ、
これ爆発するやつか。よくない。ゲット。ゲットーン。壊してもしゃあないかな。まあ今のところ確実にワンの方がおもろいですけど大丈夫ですか。今のところですよ。あ、セーフティーゾーン来ましたね。火薬。でこれは何でもない。でクリアが改造するだけの部屋かな。そうかな。はい。ワイド。何ワイド。ああショットガンの範囲が広くなる。いる？うわこんな低いの。わずかに、ダメージは下げとるけども。わしかも2個しかつけられへんの。いらん気しかしないな。いらん。あの子どこ行ったんだろう。あれこれもあれですね、バリ編でバリはドリル使えるのが確定しましたね。なんで見せちゃうかな。なんかいんのかこれ。下がっとこ。やっぱりね来てんのこれ。なぞもいらわ。眩しくないのおばちゃん。クレアがなんか大人になりすぎてんのもちょっと残念要素の一つやな。ビンビン。ねえ待ってよ。何クレアじゃないといけないってなんだよ。待って大丈夫よ怖がらないで。名前はどこから来たの。知ってることを教えて。どうしてここに。ちょっとクレア、私が話すよ。すごく怖かったよね。私も怖かったもん。私モイラ。ほら私お揃いモイラ。もう何の心配もいらないからね。6なのか9なのか。お友達の名前はロッティ。ロッティか。すごくいい名前だね。ロッティ。すごいじゃない。おいで。もうクレアはなんかもう歴戦の優やからもうもう目の前で銃取り出すやつやからな。あなたは今までずっと一人で逃げてきたの。よく頑張ったね。でももう大丈夫だよ。外の塔に悪い人がいるのよ。やっつけて一緒に島から出ましょう。こういうところの裏やろ。ないか。はっロッティ。じゃあこれ一個取り漏らしますかね。こういうのね。布もう持てぬ。布はグリーンハーブとかくっつきちゃうのあれだけど、視界不良を回復できる布。何やそれ。火炎爆発瓶1個作っとこうか。でクレアの爆発瓶に変えとこう。で布取っとこう。
もうなんかもうバールで殴るのが楽しくなってきてんだよな。お、ここでも聞こえる。どうせまた奴らでしょ。奴らなんだけどね。大丈夫。ね、編集部屋あるから多分ね。私たちがやっつけるから。なんもないんですよ。待って、なんかある。こっち、ルビーの指輪。あ、ビンビン。飲んでいいか。やっつけるから。この先にいるわ。え、なんでクリアやないとあかん。この先にいるの。16発の14発。え？お？ちょっと待って。なぜ相談数違う？あ、組み合わせを行うことができます。あ、そう、そういう、そういうカテゴリーあったのね。まだなんか出てないのがあると。まあいいや。早く、あいつ、動いちゃダメだよ。おい、おい、おい。どうしよう。いで、お、マジって殴るの、マジやんかで。どしんどしんを何？でっけえのいんのか、この後。上にいんのか。パラパラパラって言ってる。ドッパー外す。玉くれ、玉。おー、イエー。見たことがないタイプだわ。気をつけて。ないタイプだな。何あれ。あちょ。痛い。ちびっこの処理はちょっとやめとこうか。先読み？あちゃ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 、あちゃちゃ、爆発する、爆発する。バランスも悪いっていうね。スキルなんか伸ばしとく？ 3000 しかねえの。キャンセル10万やりたいな、これ。これやったら強いな、やっぱな。アクションが伸びるわ、これ。大事なんやけどなぁ。バールの威力かけろ。2個目高っ！ 4000 とお前。ひるみやすさ。まあ、ポイント不足がすごい。ナイフ振り抜き攻撃。波弾がアップ。グリーンハーブの回復上げとこうか、実行ね。
投擲武器も2にしていいな。あんだけ投擲武器あるからな。高っ。よし、これで再戦や。なこれ、あ、こっちか。ショットガンも少ねえのよね。し、この先にいるわ。とりあえずでかいやつにショットガン使わんとくか。いや、使わんときついもんな、あいつな。最悪、ファイトするまで動いちゃダメだよ。スキップ。いいで、あれになっちゃった。地で止まるのやめてほしいな。もうちょっと勘弁してよ。だーる。パートナーダメージしばらく回復する。ちょっととりあえずですね。じゃあ瓶は全部渡しといて。いらないの。布か。瓶投げまくろう。うわ、マジでやばいね。めんどくさしのごとくですね。しっ。でも早いんだって。キャンセルできるもんだと思ってまう。回避が。
見たことがないタイプだわ。気をつけて。あいつに向かって投げてんのか。いや危ない。危ない。よしまだおんの。何をガクガクしとんの。こいつほら明かりを照らして。もう大丈夫。一個も玉ね。なんなんやっぱもうこういうゲームのデブは強いんだよな。お、ちょっと大丈夫？パンツ履いてる？大丈夫？奇跡的な見えなさそう。あ、ちょっと玉になっとる。足りないやつが何度かな、やっぱな。ルピー、ああ、え、なに？上乗れたん？わ、ここええな。まあ、破壊されるんでしょうけど、あの弾で。なに？なんでもねえんかい。あー、しんどー。いや、まあ意外とやれたんでよかったけど。簡単なってんちゃうやろな。もうやめてくれよ。あかんねえの。いや、お前らも頑張れ、通れるやろ。バリーだったらわかるけど。ありがとう、助かったよ。かわいい友達だね。おじさんがくれたの。おじさん？テラセーブのおじさん。昔助けてくれた人。昔って？おや？ああ、無反応。ルビー。ポイントも大事ですけれども。ルビー。なかった？気のせい。ここまで戻ってきて。ああ、しかしメダルが。ないですね。もう終わりそうな感じもあるけど。お？うん。すごい形とんな、お前しかし。お！救援や。はい、違った。やってやったぜ。
どうでも言ったか、大橋や。これでこの島ともおさらばだ。やめろって。お前、落ちるから。あらあら、グレーゴルったら。ルール違反よ。ゲーブ。しょべ。大丈夫か、もうやっぱりあのアンブレラ製のヘリだったんだ。やめろ。ゲーブ、ダメよ。我々の救いは死である。しかしこの死ではない。あれ、あの子さらわれてるやん、ちゃんと。情けない男。でもあなたたちは違うわよね、あんな臆病者とは。そうでしょう。クレア、あの子がいない。注目してたけども、そんな目奪われるほどか。あれは気づかないほどだったか。で、人前回数ゴー、雑魚、雑魚すぎる。アフリクテッド、あのモンスターか。ハイキックコンビネーション、おー、追撃コンビネーション、そういうのあったんか。1時間半。うわー、くそ。チャレンジメダルは何があったんですか。ライトでひるませ打撃で5回ダウン。もう結構やってた気するの。籠城村で酒場の窓を敵に破壊させない、させない、できたん。ライトで10体ひるませる。投擲物敵で8体倒す。不意打ちを3回。1回だけでやったな。ヘッドショットはできた。投擲武器組み合わせ作った。ボックスは3個開いた。モイラ隠れたアイテム6個見つけた。発祥ペドロから攻撃を受けずに脱出する。受けなかった。そうですか。まあ間取って B と。しょぼ P ですね。サインなんか一個もいけてね。いやーきつぴー、マジで。あーで7000までいったか。ちょっとまたスキル見て、じゃあ終わりにしましょうかね。装填武器最後ね、とどめさせたのはあれでしたからね。長押し体重ちょっと使いたいっすよね。これ何が言ってね、その無敵になるんでね、攻撃中は。それの調整ができるんですよ。敵の攻撃が来た瞬間にチャージしてみたいな。即死で持ちこたえる。最初の一発ね。次バーリーだろうかな。 PP 加算つけたいな。多分この辺つけないと、まあ全部つけられないと思うんですよね。打ち尽くし高っ。 10% ってことは10発ショットガン溜まったら最後の1発だけってことやんな。いらな。あ、いや違うか。相談数だから、3発か。ソードオフショットガンだったら3発の3発目だけが200、なるってこと ?3 だと 30% だから上がらない、あるな。え、マシンガンだったら30発で3発分だけってこと。いらな。え、これショットガン3発で最後の1発だけだったらめっちゃ強いけどな。むしろ2発にしてさ、2発目だけを、みたいな。いやー、ちょっと仕様知らないからやめとこうか。バール威力上げて。あー、でもつけらんねえのか。一回ナタリセンス上げといて。5000か、あと500ねー。めっちゃ迷う。追い打ち力アップもチャージアタックとさ、合わせるといいんじゃないの。どうなんだろう。とりあえずもう死ぬの嫌なんで、ちょっと一回根性つけてみようか。これもうワンボタンだったのに、ワンワンワン。わーとか言って。いや、取っとこう、あとは。
うん。じゃあ、はい、おしまい。いやー、長いことやりすぎた。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いやー、ちょっと死にすぎて、5回はちょっとバカですね。もう雑魚。クソ。アホ。やめた方がいい。うん。でもね、ちょっとまあ見てもらったらわかると思うねんけど、ちょっと、バランスはね、悪いと思うんですよ、このゲーム。まあ攻略法はね、あるっていうことで。ちょっとまあ海外ゲームっぽいところもありつつね。まあでもアンポーがね、ディレクターしてますからきっと。定評がね、あるんだと思うんですって。これからもね、続きやっていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ではでは皆様、おつか!またねー!